野菜クイズ。今回は5つのヒントから野菜を当ててね。1、原産地はアフリカ北東部、エチオピアが有力。2、熱帯から温帯で栽培されている。3、エジプトでは紀元前元年頃にはすでに栽培されていた歴史の古い野菜。4、日本に渡来したのは幕末頃で、一般に広く栽培されるようになったのは昭和30年代。5、和名をアメリカネリという、他にオカレンコンの異名もある。